両肩釣れました。サイズは67センチ。バレた。うわ、久々にあんないい出方した。気持ちいい。もういっちょ。フック伸びたな。試しにかなり細軸の針使ってるんだけど、ちょっと弱すぎるなこれじゃ。お、出た。乗らない。ダメか。お、出た。食え。食った。乗んない。出た。うわ、合わせちゃった。もう一丁。持ってる。食った。うわ、しまった。食い方が春になってきたね。バレんなよ。いいサイズ。よいしょ。よし。おお、いいサイズだ。春っぽいいい食い方で両肩釣れました。サイズは67センチ。普段はあんま一箇所で粘らないんだけど、食い気のあるやつが何匹かいて、針に触れてないバイトもあったんで、ルアーローテーションして粘ったらいい方のが釣れました。うん、ボッテボッテね。ありがとうな。よし、いけそうだね。大丈夫か。あ、大丈夫そうだ。ありがとう。バイバイ。もう反応ないな。お、出た。やば、今電話取ろうとしたら出ちゃったよ。ミスった。電話のおかげでリトリーブが止まって、いい感じに食わせの間ができたのかな。フッキングできないよあんなんじゃ。もう一丁、まだいるんじゃない。こうじーっと追ってきて食うタイミング見計らってる感じなのかな。だから巻きが効くの、あ、巻きじゃない、止めが効くのかな。出た。いや、乗った。さっきのやつでしょこれ。よいしょ。いやー、釣れますね。春って感じだね。白くてツヤツヤで可愛い個体だ。ちょっと傷あるけどね。こいつはサイズ55あるなしくらいかな。ありがとう。うわ、元気だ。おおお、よし、バイバイ。いいね、シーズン開幕って感じ。まあ、たまたまあったかい日が続いたからいい感じになってるだけで、またちょっと厳しくなるのかな。2月中旬だし、寒波が来なければこのままナマズシーズン開幕なんだけどな。あ、乗らない。同じとこ通しても出るね。亀とか鯉も活発に動き回ってるから、ナマズも同じく餌探して動き回ってるのかな。だから同じところ通しても何回も食ってくるんだろうな。出た。よし、乗った。あれ、バレた。バレたな。遠投した先で食ってきたね。タケルはタ
けるわって結構飛ぶけど、実際どのくらい飛ぶんだろう。お、めっちゃ飛んだ。飛行姿勢が安定すればだいぶ飛ぶね。お、来た。はい、よし。あー、バレた。届いてないところに投げられれば反応取れるね。おー、かっ飛ぶ。これ出るっしょ。この辺来い。来た。あー、よっしゃー。よいしょ。あ、頭にかかってるけど、まあ口にかかったのが外れてリアフックだけ残った感じだね。サイズは50くらいかな。小ぶりだけど腹パンパンでいいね。ありがとう、バイバイ。今食ってきたところは他の市販品のルアーでも届くところなんだけど、大遠投して長く引いたおかげで遠くから追ってきてた可能性もあるから、やっぱこういうシチュエーションでは遠投効くね。他のルアーじゃ届かないところのナマズを気づかせて巻いてきて巻いてきて食わせる。こりゃ武器になるね。うん、今みたいに風があるとちょっと飛行姿勢が安定しないから飛距離落ちるね。最高飛距離は結構あるんだけど安定感がない感じ。そろそろ移動しようかな。お、来た、出た。移動しようかなって言った一頭で出てたね。移動できないじゃん。お、出た。あった。壁沿いシェードにいたね。おー、いいサイズ。よいしょ。おー、でかいね。シェードになってる壁沿いをずっと巻いてきたら食ってきた。ド派手に出た。でかくてめっちゃ綺麗。サイズは60ちょいくらいかな。いやー、春バクだね。ありがとう、バイバイ。お、出た。やば、めっちゃいるじゃん。あ、引っかかっちゃった。あー、もったいない。お、来た、追ってる。食え、来た、あれ食え。あー、惜しい。いや、かなり活性高いね。次は日の当たってる側の壁沿い打ってこう。こっちは出るかな。出た。食え、食った。よっしゃー。あー、バレた。日向側でもいたね。どいつもこいつもちゃんと追い食いしてくるからかなり活性高いね。お、出た、食った。あれ、うん、ちゃんと持ってったね。この壁下がちょっとえぐれてるからナマズが居つきやすいのかな。お、出た。あれ、いや、今合わせればよかったな。投げ直しての追い食いはないね。お、出た。かからない。あ、乗ってた。乗ってたっていうか、だいぶ持ってってたね。だんだんキャッチ率が悪くなってきた。集中。
あ、出た。うお。よし。ああ、なんで。やば。食い方いいね。テンション上がるわ。来た。追ってる追ってる。あ、ダメか。見切られた。出た。よし。がっぽし食ってるね。よいしょ。うわ、なんか腹側が茶色いね。なんだ、なんでこんなオレンジがかってるんだろう。なんか病気なのかな。草まみれになっちゃった、ごめん。ありがとう、バイバイ。お、出た。よし、あれ、食った。あれ、無言バイトだね。もう一曲いか。橋脚についてたね。起きてる。あ、見切られた。お、反応したよ。来いか。よーし。よいしょ。楽しすぎる。サイズは50ちょいくらい。ありがとう、バイバイ。結構大きめの着水音でも逃げないで、なんなら反応するから、やっぱ活性高いね。お、反応した。食った。かかんない。このゴミ溜りの下にいたね。あれ、抜ける。お、出てきた。よし。うわ、ここの穴の中から出てきた。マジか。こっから出てくるか。反対側どうだろう。反対側いないか。そこの金網の内側の段差でなんかじっとしてるね。これは食うっしょ。食った。あれ、逃げた。なんで。お、出た。よーし。せーの。あ、バレちゃった。もったいない。さっき一回食ってきたやつかな。ああいうのなくしていかないとな。消化伸びないな。もったいない。しまった。せーの。よいしょ。かわいいサイズ。サイズは50前後。ありがとう、バイバイ。今日の当たってる側打ってるんだけど、あんま太陽出てないとはいえ、やっぱシェードがある方よりは反応鈍いね。こんなに差出るもんなんだね。